皆さんこんにちは。こんにちは。本日もコミュニティオンライン TV をご覧いただきありがとうございます。毎週月曜日は昨年12月からスタートしました新番組炎のリアルマネートレードです。本日もよろしくお願いいたします。この番組はエボリューションジャパンがこの1月からスタートしたリアルマネートレードのコンテストをリアルタイムで進めていく企画です。本日は第10回目になりますね。はい、毎週コンテストに参加していただいた、投資家の皆様の成績を追いながら同時にコミュニティオンライン TV の番組スタッフによるリアルマネートレードも生ライブで放送していきます。ぜひ多くの方にコンテストに参加していただきながら商品投資の面白さを実感していただきたいというふうに思っています。なお番組は東京商品取引所の協賛をいただいております。東京商品取引所は金や白金、石油、ゴム、穀物などの先物取引をする公設市場です。また CX 手帳などを制作販売している H スクエアさんからも番組協賛をいただいております。それでは番組スタッフの紹介をさせていただきます。進行を務めさせていただきます古川です。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして番組ディレクターの小針秀夫さんです。はい、小針です。今日もよろしくお願いいたします。そしてエボリューションジャパンからは CX オンライントレードのこれオンライントレード部の市村のり子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日本日は特別ゲストとしましてコモリティインテリジェンスの近藤雅代代表にお越しいただいております。はい、近藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2回目のところとなります。そうですね。よろしくお願いします。よく当たりますか。よく当たりますか。そうですね、はい、期待してます。何が当たるのかよく分かんない。相場が当たるって意味。そういうことです。そうでしょう。それでは今日も張り切ってまいりましょう。はい、よろしくお願いします。最初にですね、まあ、いつも通りエボリューションジャパンさんの今進めている企画、リアルマネートレードの方の説明の方から入りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、市村さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。では商品先物リアルマネー選手権の内容について説明させていただきます。商品先物リアルマネー選手権とは1月6日から3月31日までの3ヶ月間で実際のエボ CX の口座で収益率を競っていただくリアルマネーによるトレードコンテストです。参加対象者は商品先物オンライン取引エボ CX に口座をお持ちのお客様全員です。まだ口座をお持ちでない方でも期間中に口座を開設していただくことで参加対象となります。今回は多くのお客様にご参加いただきランキング上位を目指していただけるようにオーバー300コースとアンダー300コースの2コースを設けて実施しています。オーバー300コースはお預かり金額300万円以上で参加された方が対象でアンダー300コースはお預かり金額300万円以下で参加された方が対象です。オーバー300コースで収益率ランキング3位以内に入賞した敏腕トレーダーには最大10万円相当のギフト券とクリスタルトロフィーをプレゼント。アンダー300コースで収益率ランキング3位以内に入賞した敏腕トレーダーには最大5万円相当のギフト券とクリスタルトロフィーをプレゼントいたします。まだエボ CX に口座を開設されてないお客様には、リアルマネー選手権開催期間中に口座を開設し1万円以上お取引いただいた方にもれなくビギナーズ賞として商品先物取引入門の書籍をプレゼントいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このようにアンダー300コースとオーバー300コース2つに分かれていましてですね、それぞれでコンテストを今行う最中です。1月の6日から始まりまして3月末までコンテストが続きますのでぜひ多くの方に参加していただきますようお願いいたします。それではですね、また中間発表の方入っていきたいと思いますので、はい、先週木曜日現在ですね。はい、はい、またじゃあ市村さんの方からちょっと説明をお願いいたします。はい、2月20日木曜日の終値で算出した中間ランキングの発表です。アンダー300コース暫定1位埼玉県在住の KK 様 449.0%、 前回1位のままそのまま保持されています。はい、暫定2位岡山県在住の YT 様 405.5%、 前回2位をそのまま保持されています。
暫定3位、東京都在住 SK 様 395.8%。 この方も前回3位のまま保持されています。1位、2位、3位の方ともに前回の順位をキープされているんですね。変わらずですね、はい。で、今週の注目のトレーダー様として暫定6位の方、群馬県在住の、SH さんですね、 SH さんですね、はい。219.219%、前回10位から今回6位になりました。10位から6位までジャンプアップとですね、一気に4人抜きということですね、はいはい。また8位の方、春様、205.7%、はい。前回9位からじりじりと上昇されています。はい、次がオーバー今度、はい、オーバー300コースですね、はい、オーバー300コースになります。暫定1位の方、神奈川県在住の YY 様 167.5%、 前回1位からそのまま保持されています。はい、暫定2位の方、東京都在住の KK 様 141.4%、 前回2位のままそのまま保持されています。暫定3位、神奈川県在住の MO 様 141.3%、前回6位から今回3位になられました。注目、こちらの方の注目のトレーダー様として、暫定5位の東京都在住の TS 様 133.7%、 前回10位から上昇されています。うーん、はい。で、前回暫定10位のゴールドピラミッド様 122.5%、 前回12位から10位に上昇されています。はい、以上です。アンダー300コースの6位の方、この方はまたこの3位内にまた入ってくるかもしれませんし、はいはい、オーバー300コースの、東京都の TS 様、はい、この方ももしかしたら、上位3位まで入ってくる可能性もありますね。そうですね。調子いい時はね、やっぱり波に乗るとどんどん儲け率っていうんですかね、儲け額も増えてきますし、はい、ちょっと相場的にも見ながら、仕掛けどころがうまくいけば順位の方はどんどん上がっていきますよね。はい、あと気になるのはですね、アンダー300コースの方 449% が1位の方ですけど、やはり、1位2位ともに 400% アップということで、前週前々週ともにこれ、400% 以上をキープしているということで、やっぱり結構高い、利潤率というんですかね、はい、そんな感じですし、あとオーバー300コースの方も前回一度でやっぱり 160% そうでしたから、はい、今週もまあ高い、利率を守っているという状況ですね。はいはい、ということで、また次週以降楽しみですね。はい、はい、以上ランキングの発表でした。はい、ありがとうございました。続きまして、エボリューションジャパンさんの2月のキャンペーンのご案内をしたいと思います。はい、引き続きまして市村さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。では、2月のキャンペーンの、をご紹介します。はい、2月中に新規口座開設されたお客様が2月中に1枚以上、ミニ取引の銘柄は 0.1 枚として計算します。その取引を行った方にもれなくヒイラギ丼と選べる肉丼をプレゼントいたします。また同キャンペーン中に50枚以上お取引いただくと、初回入金額と取引枚数に応じて最大50万円をお取引口座にキャッシュバックさせていただきます。こちらもミニ取引の銘柄は 0.1 枚として計算いたします。はい、さらに今月中に口座開設していただいた方にはお取引感謝キャンペーンも対象とさせていただきます。キャンペーン開催中に200枚以上のお取引をいただいたお客様に冬の定番海鮮鍋をプレゼントさせていただきます。はい、キャンペーンの詳細は弊社のホームページでご覧いただけます。まだ口座開設されてない方はこの機会にぜひご検討ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ヒイラギ鍋と、はい、新規で開設されるとヒイラギ鍋が、はい、丼です。ヒイラギ丼ですね。はい、小林さん届きましたか。まだですか。あ、そろそろ届くかもしれませんね。ここで鍋パーティーをしたい。そうですね、実食をしたいと思います。私はい、そうですね、放送をよりしますので一緒に実食しましょう。はい、それでは改めまして、はい、本日のゲストのコモリティインテリジェンス近藤雅代さんに商品相場についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は金ですよね。
まあ、あとプラスなんですね。全部です、はい、全部あ全部です、全部です。簡単に全部、はい、分かりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。3時間ぐらいかかるんですけどね。はい、まあ、短くして10分ぐらい。そうですね、ポイントだけをお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。それでは、ニューヨークでは金とプラチナが上がってきましたが、どういかがでしょうか。そうですね、ニューヨーク金価格は昨年の12月30日、まあ、年末ですね、はい、1108.4 ドルから、はい、先週金曜日は 1323.7 ドルと、約 142.3 ドル、約じゃないですけども、10.75% 上昇しています。急に上がってきた印象があるんですけど、どうして上がってるんですか。そうですね、要するに私もそうなんです。金はそこを打ったという感じが皆さんしてるんじゃないかと思いますね、はいはい。まあ、12月31日の価格は7月の去年の7月の 1179.4 を下回らなかったんで、はい、いわゆるダブルボトムみたいなところで確認されて、はい、まあ、これ以上下がらないだろうという下で、まあ、そこでも確認したわけですね。したがって中国やインドは買い始めてますよね。価格が下がるときは、ね、中国インドってのはみんな買わないんですよ、はい、だけど価格がこう一番安値で買うんですわ、うん、だからちょうど今皆さん休んだなというところで、まあ、みんな買ってるわけですね、はい。まあ、1200ドル割れたところでは確実に買ってきてるということですね。そうですね、うん、投資家は金を買い始めてるということですね、まあ、そういうことですね、まあ、ファンドの形で言いますと12月24日前の週は、はい、それから1週間を除いて8週間連続でですね、ネット改ざん、はい、こちらの方ですね、転がりました、はいはい、青いところがあるんですが、はい、赤いのはマイナスなんですが、はい、青がプラスですね。そうです、赤がちょっと1回車だけ1900何枚ってな、2月4日現在、はいはい、それが8週間連続でバカ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 、はい、ここは12月24日からずっと上がってきた、ね、全部買ってきたわけですね、はい、ですからまあ買いをずっと進めている、買い残が増えてるそうですね、はい、しかも10万枚がネットの買いで10万枚以上の水準まで戻ってきてるそうですね。また先週の火曜日に出たんですけど、はい、ワールドゴールド監視から、第4四半期の金の需給レポートを出まして、はいはい、10月12月、去年の10月12月の間にインドは全期比70トン増の218トン、はい、拡大中国は8トン増の228トン、まあ、中国の方が上回ったんですけども、とにかく中国もインドも第4四半期は買ってると。でこれからもなんていうか香港なんかで今金が売れてまして、まあ、中国のレポートはまだないんですけども、香港の情報では金ショップで、蛇の種よりも馬の種の方がいいということで、馬の、はい、金細工が売れてる、あるいはブロスとかですね、馬の格好したやつが売れてる。それから英国や欧州の金コインミントっていうんですけども、ここでは売り切れでソールドアウトになっちゃって、24時間参考体制を取ってもまだ作りきれないということで、まあ、前もこういうことあったんですけど、要するに多分金の実需っていう意味では今沸騰している状況ですね、はい、生産が間に合わないぐらいということですね。そう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 、ですから、まあ、そこをついたと判断してみんな世界中で買ってるわけですね、はい、ETF はどうなの。 ETF も、はい、転じてます、まあ、去年の2013年の需要はですね、ETF が881トン三角になっていまして、はいはい、両方その前から比べますと1180トンも減っ込んだんですよ、はい、ずっと減ってましたよね。そうです、そこがその例えば近海ですね、近海その下なんですよ、365トンがありますよね、はい、365トンプラスだったし、それから装飾品も247トン増えてるんですよ、はい、現物需要は金は増えてまして、まあ、ETF がアメリカでバカバカとアメリカと欧州なんですけども、はい、大幅に売られたんで、それがまあ金価格を下げたということなんですけども、はい、まあ、そういったことで金は去年の需給バランスでは供給が少ない、供給が多すぎて、はい、需要が少ないという状況で95トンの供給過多になってますけども、まあ、こういった状況は第一四半期になってもおそらく改善してくると思います。で金の価格は前昔の歴史で言いますとね、はい、需要価格が下がると需要が減って、で価格が底を打つと需要が増えて、はい、需要が増えたら次の期に価格が上がるっていうベースになってます。あ、そういう風になってた、そういうサイクルがあるわけですね。必ずそうなってます。したがって、第4四半期なのか第1今期なのかがあれなんですけど、はい、今期から来期にかけては価格が上がっていくだろうと私は思います。で今の上昇はまだ序の口です、はい、始まったところですね、はい、と思います。
話は変わりますが、はい、FRB による金融緩和縮小をテーパリングですね。何度も言われて、去年の9月から言われてまして、はい、それで金価格が下がってきたんですけども、しかしまあ、言い飽きてるんですね、私なんかもう、うん、こんなもん、はい、どうでもいいんです。もう織り込んでるというか、織り込み済みというか、ね。ですから、まあ、テーパリングはこれからもある3月18日、19日になりますけども、はい、また100億ドル、ま、マイナスになっても、縮小が、うん、されても、大した影響はないんじゃないかなと思ってます。もう多少そのテーパリングの額の縮小加減ではもう変わらない。高い派が多くなっちゃってですね、はい、FRB のこの議事録を読みますと、はい、高派が非常に多くなって、まあ、毎年テーパリングしようとか毎月ですね、はい、毎月テーパリングしようとか、はい、金利を上げろっていう話が内部で出てまして、はい、非常にイエリンさんのこれからどうするかあるんですけども、うん、どっちかっていうと金融緩和しない方向にこれから行くでしょうね。あ、そうですか。はい。まあそれだけ景気が良くなっているということでもありますよね、うん、はい、ただ中古住宅なんかは今回昨日ですか、そうですね、はい、売れなかったので、はい、そういったものも指標もまちまちですよね。なかなかはっきりした回復は見られませんけどもね、うん、はい、なんか天気の影響もあってね、いろいろ悪いやつは悪いですもんね。そうですね、ガソリンなんか売れてませんね、はい。で金はまあ上昇するということですね。そうですね、はい。で次は白金はどうでしょうか。そうですね、もう絶対、はい、私は絶対と言っちゃいけませんけれども、はい、もう間違いなく上がると思ってます、はい、前から。逆に言うとこれだけ全然上がらない日本の市場は市場自体がおかしいと思ってますね、はい、前も言ったかもしれませんがストライキが1ヶ月以上続いてまして、はい、だいぶ長引いてますよね。ものすごい長引いてますね、まあ、非常に折れないんですよね、うん、AMCU っていう新しいあれなんで、はい、新しい労組は前の労組に対抗するために非常に強硬な姿勢を取ってまして、はい、今日現在でもまだやってますね、はい。で3社つまり第1番目の大きいアンプラと2番目のインプラと3番目の、ロンミっていう会社は、はい、労働組合を訴訟しましたね、昨日すぐしましたけれども、うん、はい。ストライキはまだまだ続きそうな感じですか。そうですね、いやすぐもうじき終わると思いますね。もう労働組合の収入がですね 10% 以上なくなっちゃったんですよ、はい。これ政府に届けを出てしたストライキなんで、政府に届けを出したってことはイコールそのストライキ期間中の賃金を払わないことが保証されてるわけです、はい、会社側に対して、はい、したがいまして労働者は 10% も給料がなくなると貧乏人ばっかりですから、はい。ただ通常の最低賃金要求しているのは12,500ランドという大金、はい、約1,100ドルは12万ぐらいなんですけど、はい、それに対してこれは前の賃金の倍な2倍なんですけど、はい、だいたい普通の通常の長野企業の最低賃金は3,000ランド、はい、で教師なんかでも教師じゃなくて他の鉱山会社は5,000ランドなんですね、はい。これに対して12,500ランドって非常に大きな、うん、もう警察官とか看護婦とかですね、あるいは教師なんかの、あるいは公務員の給料の倍以上になっちゃいます、はい、うん、そんなに鉱山労働者、プラチナの鉱山労働者だけ高くてもいいの、ね、はい、というのは世間の批判がありますので、はいはい、いずれまあ近いうちに降りると思います、うん、もう会社側は 9% 7200ランドまで降りてますし、はい、3年間で2倍にしてあげるとは言ってます、うん。そういった情報をしても嫌だと言ったので、ね、ちょっとやりすぎですね、うん、はい。まあ、あと気になるところはですね、ストライキが終わると、はい、プラチナ価格下がるんじゃないかという意見もあるんですけど、一時的に下がるかもしれませんが、もう全然そんなことありません、はい。まあ、在庫はあるという人も誰かいましたけども、はい、3月中になくなると言ってます、はい。3月中ですか。3月中にもなくなると言ってますから、やはり現物が足りなくなるんですね、はい。1ヶ月も止まりますと約9トン足りない、うん、生産がなくなってますか、すでに、はいはい。その前にノーザンプラチナもありましたので、10トン以上なくなってますから、うん、まあ、18トンぐらい、まあ、10トン分生産されてないということですよね。そうです、はい。ですから、まあ、去年が18トンのマイナス、つまり供給不足だった、はい、その前も3年目ですから、うん、在庫なんかありませんですし、はい、非常に現物市場はタイトだと思います、はい。したがって空売りなんかしたら、うん、もし私が商社であれば市場から買いを入れてですね、はい、現物をくださいと、まあ、納会日に現物を要求しますから、それはもうね、空売りなんかしたらやばいですね、はい。とにかく現物がないわけですね。ないです。ですから、大量に空売りなんかした人には対してはもう、非
非常に危ない状況になったかと思います、うんうん、現物の需給がタイトになっているということですよね。現物の方がもし3月ぐらいになって、もし長引けばですね、はい、オースマジュールをするはずです、はい、オースマジュールをしますと世界的にその、うん、私はもう出せませんという鉱山で、はいはい、3社で4分の3ですから 75% を占めてますから、はい、世界の供給は。したがって、まあ、それらがオースマジュールをやったら自動車会社どうするんですかって話です、はい、もちろん回転在庫持ってますけど、そんなもんじゃ足りません。そうですね。1ヶ月もないですから。はい。プラチナ価格はぜひ。どこ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 日本の相場はおかしいって話です。はい。はい、空売りするバカがいるからという話です。需給的にもこれきついわけですよね。空売りなんかしたらこんなものはアウトです。死んじまいますよ。前のパラジウムの時と一緒ですから。はい。はい、似た状況にあるということですか。そうです。身ぐるみが上がります。つまりその反対売買ができなくなっちゃうんですよ、はい、それでもう農会日に急騰する可能性がある。どっかの農会日でね、はい、その時にもうたくさん空売りしてた人は閉じられなくなって、うん、現物を買いを出してた人は現物をくださいと、はい、なんていうか反対取引に応じませんというわけです、うん、その場合は彼は現物買ってこなかったんですよ、はい、ものすごい金がいりますから。一辺に資金差はなくなります、うん、はい、プラチナ価格はまだこれは上昇するということで、私はもうどんどん上昇すると思います、はい、もうこんなもんじゃありません。まだ始まったところですね、はい、こちらはもう全然下がる方がおかしい、うん、はい、まあ、今日の今ちょっと見づらかったかと思うんですけど、今日のコモディティインテリジェンスの方、あ、そうそう、今日、はい、そうそうそう、私が書いてます、はい、週刊ゴールドってやつ今日なんで、はい、それに金とプラチナの話を載っています、はいはい、詳しくはそちらのレポートを見てください。そうですね、今日のレポートをお楽しみに、はいはい、その他の商品ですが、原油はいかがでしょうか。原油はね、はい、42万枚私の計算、つまりそのオプションも入れたファンドの建て力が史上最大になってですね、はいはい、これはだけど今ここのところ急激に増えましたよね。もう毎5週間連続で増えてますかね、はい、毎週増えてるんですけれども、これは金と違いましてね、はい、ネタがないんですよ。要するにジャブジャブなんですよ。需給的にはもうジャブジャブということですね。それでアメリカが寒波が来てまして、はい、それについてもあるんですけども、寒波に乗って増えてるのはヒーティングオイルじゃなくて、暖房油じゃなくて天然ガスなんですね。はい、北の方の、米国、アメリカの北、東北部の、はい、暖房ってなくてほとんどガス需要になってまして、うん、ヒーティングオイル浮いてませんから、うん、あんまり関係ないんですよ、まあ、ムード的なものだけで、まあ、雰囲気で一緒に上がってるということですね、はい、そうですね、うん、ですからまあこの逆に言うとあんまりにも買われすぎてるんで、はい、103ドルぐらいになってますから。そうですね、103ドルまでいってますね。もう昨日ちょっと落ちちゃいましたけど、ちょっと落ちましたね、先週末。ここから急落すると思ってます。100ドルを超えたのはまあ一時的ですから、ね、100ドルを切ってきて95ドルぐらいまでは下がると思います、はい、多分売りですね、これは、はい、今でもなんか練習ですよね、100ドル超えると売られて95ドルまで下がると買われるような、100ドルまでいっちゃうんですかね。そうですね、95から100で動いてて100超えるとちょっといっちゃうんですよね。いっちゃうんですね、はい、去年も日経新聞に100ドルだって言ったら110ドルになっちゃったんで、はい、どうなってんだって言われたんですけど、100ドルが大きな節目なんで、ここ超えるとちょっと上がりやすい傾向になりますよね。そこからまだから、はい、もうちょっと上がるかもしれませんね、うん、そういう意味では、うん、ただ根拠はないですね、はい、アメリカはジャブジャブに作ってますから、はいはい、穀物はどうでしょうか。穀物ですね、まあ、トウモロコシ の大豆との比率なんですけど、その3倍を超えてまして、これは2008年以来なんですよね、はい、つまり大豆の方は割高になってまして、はいはい、大豆が植えやすい、はい、作付けしやすい環境になってまして、はい、これだいぶ続けますから、はい、まあ、2008年の時もそうですけども、やっぱりトウモロコシが減って大豆が増えるという形に3月末の移行面積が出ますので、はい、作付け移行面積ではそんなになるだろうと、はい、そう思います。そういうことだと、まあ、大豆安のトウモロコシ高になるということは考えられますけれど、ちょっと早いですね、はい、今南米から出てるところで、はい、南米一部地帯では先ほどコーヒーなんかには影響が出てるんですけど、はい、乾燥があったんですけど、はい、もう終わってまして、小雨が降ってまして、
感想を追ってまして、なんとかな、大した影響じゃないんですね。それをエクザジェレート、つまり、過剰に反応してまして、市場が。材料がないのも影響してるんですか。もう一つあるのは、ね、ウクライナ、はい。ウクライナは4分の3がトウモロコシの輸出、農産物輸出、はい、ちょうど現在輸出時期、アメリカと一緒ですから、北米、北半球ですから。これがその内戦で、今日大統領が昨日変わりましたね。変わりましたね。ですからその辺のところでウクライナからの出荷が遅れてるんですよね、はい、ですから日本なんかはウクライナとかポーランドとかあっちの方から買ってましたから、はい、それがちょっと出遅れてると、うん、ただし南米からこれからジャブジャブと出てくる、ただし南米の方は大豆の方がたくさん出てくるだろうと、はい、トウモロコシ若干少ないだろうということなんで、まあ上がるかもしれませんが、もうちょっと先だと思います、はい、要するに春先にその翌年、今年のですね、はい、夏の天候が何かあるだろうということで、うんはい、楽しみで、まあ、上がり始めますよね。穀物を買うという人が増えるんです、はい、その時は、はい、いわゆる天候相場ですね。天候相場の手前で、はい、分からないところで買う。仕込んでもらうそうです、はい、思惑で買うということですね。そうですね、はい、3月、4月で上がってくるんじゃないかなと思ってます。まあ、それで今ちょっと上がり始めてるんですかね。そうですね、それの前半戦ですね。うんありがとうございました。はいはい、こちらシカゴコーンのチャートですね。白金もまだまだ上がるということで。白金なんかまだ、ね、上がり始めてる感じは確かにしますよね。はい。これがですね。そうですね。まあ、ラウンド予想もね、結構推移伝ってもらうし、はい。次だからちょっとね、強くなってきそうですね。5200円とか。それはこれじゃない。ニューヨークは高いですね。5000円です。はい。5000円ですね。5000円ですね。なんですかね。日本が一番なんですよ。こちらはね、はい。ニューヨークは小さいんでですね。はい、ただファン、ETF はずっと買われてまして、はい、金はずっと売られてるんですけど、はいはい、プラチナはずっと買われてますので、うんうん、いわゆる現物で私のところにもですね、ある証券会社からプラチナバンドを作りたいっていう人が来てまして、うんうん、もう大手証券なんですけども、はいはい、プラチナを注目してますね、うん、いわゆる証券会社が、はいうん、そうですね。縄で新しく市場化した基金のプラチナ ETF がすごい増えてるみたいですよね。はい、ETF はどんどん増えてます。はい、ETF 増える買い切りですからね。それだけ価格に影響を及ぼしますよね。そうですね。買いっぱなしですからね。はい、ただ金のように売るっていうことはないです。ありますからね。あ、そうですね。はい。同じですか。まあ、そうです。一緒ですね。はい、そうですね。まあ、現物背景としますからね。うん、ETF は。そうですね。はい。やっぱり、ナーの ETF が増えてるっていうのがね、やっぱり地元というか、現地の人がプラチナの ETF 買ってるっていうのが、はいね、中国がですね、もちろん中国の需要が増えてる、はい、プラチナの場合はもうちょっと言いますと、需要が増えてるんですよ、うん、で、むちゃくちゃ増えてまして、はい、中国が去年 21% 増えたんですね、うん、2013年で、うん、で、これが世界一の需要国なんですよ、うん、中国がプラチナの、はいはい、で結構でかいんですよ、18トンぐらい増えてます、はい、18トンってのは178トン中の18トンですから、絶対額的にも多くて、そうですね、今年もまず間違いなく増えるんですよ、毎月通関投機が増えてますから、はい、要するにね、需要はそれともう一つはヨーロッパの自動車がですね、はい、ずっと8月まで、去年の8月まで、ディーゼル車が前年期マイナスだったんですよ、はい、それが9月、10月、11月に1と5ヶ月連続でプラスに転じてまして、うん、要するに車の買い替え需要がどんどん出てきたんで、うん、ディーゼル車は 53% ぐらいありますから、はい、ヨーロッパのプラチナ需要はもう確実に増えてる、うん、そうしますと2つの2大一番大きいところは中国、2番手が中国とヨーロッパですね、ヨーロッパですね、はい、従いましてでヨーロッパの場合は 60% ぐらいプラチナの触媒なんですよ、はい、触媒が工業用ということですね、はい、中国が 79% は宝飾品なんですよ、はい、それでも一番なんですけども、うん、でプラチナじゃなくて自動車触媒用は 5% しかないんですよ、まだ 5% しかないわけですね、うん、だから10倍以上違うんですよ、うん、PM2.5 とか騒いでますけれども、まあ、それでもまだ 5% しかない、これからも民族車は必ず、はい、少なくともプラチナ触媒をトラックとかバスにつけなくちゃいけなくなって、はいはい、これはもう間違いなく増えますから、うん、まあ、自動車用のプラチナが必要ということですよ、必要なんです、はい、触媒っていうのはプラチナしかないんですよ、はい、もちろんトヨタも日産も全部調べて
他のものを買いたがってるんですけど、はい、作れないんです。変わる素材がないということですね、プラチナ以外に。それが強みなんですね。工業用品で代替品がないという、代替がないですよね、直売は。それで、需要が増えて供給が減ってると、はい、金の場合は供給が増えて需要が減ってるんですよ、はい、ですから全然違うんですよ、チャート見てグラフ、今日のあれ載っけますから、はい、あのグラフ見ていただければ、はい、プラチナとは金はまるで違います。毎日発行しているということで、今日も楽しみにしてます、ね。今日は金でございます、はい、明日は経済指標、はい、明後日は穀物、はい、その次は原油でございます、はい、金曜日はテクニカル分析とか、はい、来週分析とか、はい、あのなんだっけ、まだ月2回の個別もありますね、はいはい、エボリューションジャパンさんでは 見られるんですか。はい、はい、もう講座開設していただいた方に、はいはい、見ることができますので、はい、ログイン画面から見る形になるんですか。そうですね、はい、ログイン画面から情報画面ですね、はい、こちらの方から、ご覧になれますので、私のところと1万円かかりますからね、9500円、はい、定価は1万円です。約1万円です。講座解説していただいて、ぜひよろしくお願いします、はい、情報メニューの方から見れますので、毎日入ってますから、はい、エボシェフさんの方からただで、はい、1万円払わずに入れる、はい、よく当たるんです。よく当たる情報、自分で言ってるから間違いないです、うん、はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、小野さんありがとうございました。ありがとうございました。それでは、スタッフの方のリアルマネートレード、そうですね、リアルマネートレードをやってみましょうか、はい、今日はどのような形でいきますか。先週はプラチナ1枚買えたし、今、はい、確か金が1枚、ミニ金が1枚買えたてで、はい、白金もミニも2枚買えたてでというような感じですよね、はいはい、一時期あのマイナス幅が2万5000円ぐらいまであの、はい、広がってましたけど、今プラスに転じて、そうですね、ちょっと赤いのがありますけども、あ、若干ですね、あ、先週買ったやつがマイナスになってしまいましたね、はい、買いに行くくらいは戻ってきちゃいましたね、昨日の夜間取引がプラスでしたんですけども、今日の日中取引であの時間の経過とともにちょっと上値を削る展開ですので、はい、まあ、その分だけちょっとマイナスになってしまっているという形ですね。これこのまま持ち越しでいいんですかね。そうですね、今の近藤さんの方から説明から、はい、発金は絶対儲かるということですので、はい、上がる、上がるんですね。今日は発金ミニじゃなくて、普通金、はい、普通金まで行く6万円だよ、でもいいかなと思うんですけども、はい、ちょっと資金的な問題があるので標準金も行きたいところですね、はい、標準金ですね、はいはい、今日空に金買いました。ああそうですね、早いでしょ、じゃあ買いましょうか、買いましょうっていうのもありなんですけども、はい、まあちょっとその前にですね、はいはい、今日は、新たな取引にちょっとチャレンジしていきたいと思います、はい、ティックチャートの取引ですね、はい、はい、こちらの、 あのホームページの方にですね、あの左の方にですね、左の方の下の方に行きますと、ティック抜きトレードというのがありますので、こちらにちょっと今日は挑戦してみたい、はい、できればいいと思っています。ティック抜き取引、はい、はい、ティック抜きトレードとは、1日のうちに取引を完結させることをデイトレードと言いますが、特に保有期間の短い取引や1回の取引の値幅が小さい取引をスカルピングと言います。その中でも予備値単位が1つ上がったもしくは下がった時点で利益を確定しまうトレード手法をワンティック抜きトレードと言います、はい、特徴はですね、ワンティックで抜ける、はい、抜けるというか手数料も含めてですね、はい、そうですね、利益になるという1ティック取るだけで、金利の場合ですと今こちらのホームページ80円になってますが、キャンペーン中で64円になってます、64円ですよね、はい、ワンティック抜くと、36円の利益が出るということですね、はいはい、金の標準ですと、1円抜きますと、428円の利益が出るということですね、そうですね、はい、手数料引いてその分の利益が出るというと、ね、はい、そこを細かく抜いていくということですね、そうですね、はい、はい、2ティックで昼飯だな、そうです、そういうことですね、はい、1ティックじゃまあ良しないけど、そうですね、金銀だとちょっと雨しかなくてダメダメ、まあその分細かく売買していけばということですね、そういうことですね、はい、逆を言ったらすぐ切るということですね、はい、はい、そういうことですね、はい、逆を言ったってティックだから、もうすぐ切られたんですよ、切れねえじゃん、1ティックだから切れ、そうです、切りようがないです、切りようがないです、どうしますかね、金でやりましょうかね、白金でやりましょうかね、
ひとまず、金のチャートを見てみたいと思います。あ、そうですね、はい、金の、5分足、5分足、はい、こちら5分足で、ね、下がり始まりましたね、はい、ちょっと放送前にここで、そうですね、ここでちょっと3回あ、ここですね、放送前は、はい、そうですね、やっぱ抜けたら下行っちゃいましたね、行っちゃいましたね、売ろうかと言ってたところが、はい、抜けたところを売りたいと言ってたんですよね、そうですね、で戻り売りも戻り売りのタイミングを逃してますね、そうですね、ちょっとこれ売りたいですね、今下がってますので一気に、さらになんか下がりそうな感じもありますよね、はい、これ下は、RCI なんですけれども、はい、下の方に張り付いてますね、うん、そうですね、はい、まあ、本当だったら戻ったところ売りたいんですけど、これ戻ってるとマイナス圏にあるんで売ってもいいかと思いますね、これ金の5分足ですね、5分足ですね、はい、プラチナも見れますか、プラチナは見れません、見れません、はい、用意しましょうか、プラチナですか、プラチナの5分足、1分足、はい、はい、5分足です、5分足ですね、プラチナはあギリギリ粘ってます、ギリギリですね、はい、金の方がちょっと下がってますね、プラチナなんか一緒に硬い感じがしますよね、うん、これ抜けないと、けどここで一気に下がってきてますね、やっぱり戻り売りの形になってますね、戻り売りの形ですね、そうですね、そうしたらどうすると結構やっぱり売られるんですね、塩は出ないんですか、はい、塩出ます、何でもいいですから、ボリンジャーでも何でもいいです、ちょっといつもですね、なるほどね、はい、RCI ですね、こちらは、はい、ちょっと見づらくなっちゃいましたけど、ちょっと重ねちゃいました、ちょっと見られない、ちょっと待ってくださいね、ボリンジャーバンドがいいですか、うん、ティック、これは、こちらは、ごめんなさい、こちらは、ちょっともう一度いきます、これ冷やしでしたね、ごめんなさいあ、その、ボリンジャーどこだ、ボリンジャーはないかもしれないですね、これ HL バーですね、どっかに入ってるんでしょうね、これですね、はい、はい、あ、はい、ありました、はい、ボリンジャーバンドですね、はい、お待たせしました、はい、真ん中来ちゃったな、真ん中来てる、戻り売りのタイミングでしたね、うん、もうダメだな、はい、分からない、うん、それでは分からない、これでは分からないですね、下に抜けるか上がるか分からないですもんね、これ、うん、そうですね、抜けたところを売りたいですね、抜けた瞬間に、そうするとワンティック抜けると思うんですけども、まあ、移動平均で買ってもいいよ、金の方がやっぱり気になりますね、うん、そうですね、金で抜けましょうか、止まってますね、5分足、止まってますね、下のところで、ね、戻る気配が今のところはないですね、RCI、 RCI ですね、これ RSI の、はい、そう似たような、RCI、似た感じ、あ、下に書いてある、はい、じゃあこれ1分足も行きましょう、それでも、まあ、下がったところですね、今ちょうど、うん、そうですね、ちょっと戻すかな、戻すか戻さないかってところですね、書いてない、はい、書いてですか、半分戻って、半分ぐらい、RCI の半分ぐらい戻ってプラス圏内に入ってくると、ね、なってくるとやっと買いなんですよね、うん、ここだとまだもう一回下がる、全然あの指標だけ上がってて価格が全然動いてませんので、うん、全然戻ってないってことですよね、うん、だからまた下行っちゃいましたね、やっぱり何とも言えない、何とも言えないですね、そのところだとまだ下がありそうな感じ、まだちょっと言いたいですね、うん、挑戦しますか、うん、やってみましょうか、はい、ただ売りか買いか分からないのでダメだよ、指導者のやつダメだ、ちゃんと根拠がないと、それは何、何か分かりないの、移動平均は、循
え、また下げてきてますね。全部下げてますね。移動平均はここにあのピンクの線で入ったんですけど、ちょっと分かりづらいですね。上、下は下には入ってないです。こっちは RC 以外です。こっちは移動平均ちょっと下がりました。短期は話したらどんどん下がっていっちゃいますよ。あ、本当だ、マイナスになっちゃいましたね。もう今ちょっと 下を試している段階だと思うんで。そうですね、うん、どんどんいくと思うんですよ。今度いきますね、はい。前週末の終わりね、下がってきましたね。今マイナス2円ですから、はい、4343円のところにありますね、はいはい。ちょっと為替を追ってないんですけど、これ円高ですかね。ちょっと為替今ちょっとチャートが出せないんで、ちょっと待ってください。買いたま若干ドル安円高ですね。102円20まで下がってきます。うん、はい、102円さっき、うん、そうですね、その影響ですね。じゃあ、うん、朝方50でしたか。あ、そうですね、はい、230銭のは円高ドル安ですね、はい。ただこのサブレカバーからすると多分ニューヨークドル建てのロコロンドもちょっと下がってるかもしれない、ね。はい、発金はあの下のところで粘ってましたからね。そうですね、はい。まあ、本当だったら RCI ちょっと上の方来た時に売りたいんですけどね。ちょっと戻ったところ、うん、戻って勢いづいたところ売りたかったですね。これもうちょっと戻ったところ売りたいですよね、はい。うん、ちょっと今ちょうどここから下げるのが、じゃあちょっと他のチャートを見てみましょうか。ちょっと分かりづらい状況ですので、だからもうね、あの論理がなくちゃダメよ、はい。ちょっと今分かりづらい状況なので、ちょっと山間であるんじゃん。はい。ニューヨーク原油は先ほど解説して出てきましたね。100ドルを超えたところですね。ティックは分かんない。ティックじゃ、これ冷やしです。でしょ、分析してください。あ、冷やしの、はい、冷やしです。ティック抜きはちょっと置いておきましょう。ティックは。あ、そうだな、はい。それは何とも言えないじゃんな。何ですかそれ。これ原油です。まあ、先ほどお話しいただいたんで。チャート的には雲の上によって何ですかって話だ ね。上昇トレンドですよね、一応。抜いたと、ね、100ドルを超えてますからね。はい、だからまだやっぱり110ドルを目標に、うん、買い方としては110ドルを目標でしょうか。うん、ですよね。まあ、この3年はジャブジャブと下がる。ニューヨークですか。ニューヨークです。あ、分からんね。要するにあの渡すのは中長期ですから、ね、はい。まあ、中長期でいいです、うん、今は何ヶ月って高いですから、はい。今日はガソリン、原油、灯油ともに下げてますね。軟調な展開ですね。やっぱりね、円高もあるでしょうし、ガソリンですね、こちらは、ね、300円、400円ぐらい今日下げですね、はい。東京ガソリンも今コーンの中ですね。中ですね。どっち出るか分かんない。分かんないですね。あ、結構下げ幅が拡大しますね、ガソリンとかね、今ね。まあ、ちょっと円高の影響が大きいでしょうね。大きいですね。そうですね。まあ、ここの底にしてちょっと上がってきたんですけれども、やっぱりここの窓のところですよね、お正月の。ここがちょっと抵抗になりそうな感じですね。ここを抜けるか。やっちゃいけないんですよ。ガソリンは分からないですか。分からないというか、やっちゃいけない。分かりました。やるべきではない。そうですか。そうです。守ってますか。ついつい勝ってたりしませんか。大丈夫ですか。お金があるとね、ついやりたくなっちゃうね。大丈夫ですか。悪くせなんですよね。それが私の範囲になってる。そこまで豪語するからにはやらないですよね、もちろんね。はい、シカゴコン、なんか見たい銘柄ありますか。トウモロコシとかなんとかですか。トウモロコシですね。これちょっと東京のトウモロコシです。東京と現月があり、現月があり、現月があり、ね、まだ言っちゃいましたね。2万7000円まで行きましたからね。高値で発売しましたからね。はい、はい、うん、もらってますかね。ちょっとトウモロコシも一旦行き過ぎなんで、修正っぽい感じになりそうですよね、はい。今日はやっぱりもう全体的に下がってますね。下がってますね、今日全面安ですからね、はい。プラスあった金もプラチナもマイナス圏まで売られちゃうので、はい、ティックチャートで勝負したら金一本足、一本足下でもみ合ってますね、相変わらず。ちょっと戻らないんで、やっぱり売るか、売りたいですね。全然戻らないんで、RCI 上がっても全然戻らないで、そうですね、うん。ちょっと売りっぽい感じですよね、まだね。まだもう一回、もう一段ちょっと下がる感じ、下がるところを取りたいですね、ワンティック、うん、取れれば、うん。そうしましょう。これストップはどうすればいいんですか。
ワンティック逆に行ったら止めるんですか。ちょっともうそのままですか。ずっとだからトイレ向かずに見とらんか。あのこういうあのこういう高値のところをストップにするということですね、うん、で取るときはワンティック、ニティックで取るということですね、はいはい、よし、飯稼ごう、飯したい、頼むよ。はい、金の大きい標準でいこうか。ワンティック昼飯代になるか、3人分の4人分か、残念ながら標準は諸事情により立てられません。事情があるんです。そうか。ですから、はい、ミニで行こう。ミニでいくら取れば、ワンティック取れば昼飯になるの ?36 円 ?36 円です。ワンティック。10ティック。ワンティック抜くと36円ですね。だから2ティックになると、その倍、ただ単純に倍ではないですね。単純に倍ですか。単純に倍ですね。手数料を含めて。10ティック。まあ、ちょっと待ってくださいね。360円。はい。昼飯したい。金ミニ。金ミニ。うん。栗でしか見つけましょう。ここに一本足のチャートがありますね。誘導を大盛りにできるかもしれない。もう。マーケットオーダー。マーケットオーダーで1枚。1枚。はい。臨月が先切り。先切りですね。はい。で、1枚、売りになってた。今4,044円でいいですか。今いくらでしょう。今44円でありますね、これは、はいはい、ちょっと買いも厚いですね。このまた下がってますね。今4,342円まで下げてますね。今44円ですよ。44円、うん、はいはい、じゃあ確定します。はい、お願いします。失礼しました。4,343円。43円。はい、はい、そうすると、こちらの指揮注文ですね。はい、指揮注文ですね、はい、今売ったのが東京近民の売りですね、はい、はい、これを選択しまして、こちらも MO ですね。MO ですね、はい。MO で1枚で、下がったところを売るということですね。はい。下がる、下がる。ピッ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 。これ実行して確認画面が出てくるわけですね。確定すると、売りが入りますね。今赤いです。うん。はい、まだ動いてませんから。そうですね。はい。はい、ああ、5分。5分足それ1分足、この上のところは1分足ですね、はい、ちょっとこの画面をずらしてですね、チャートを見たいと思います。ちょっと下がった瞬間に売りたいですね。そうですね、はい、ちょっと戻したんですね、1分足で、うん、そうですね、だいぶ戻したんですね。 RCI も75までいってますね、うん、そうですね、ちょうど良かったですね、タイミング的に、うん、ちょっと今注文入れるときにちゃんと見れなかったんで。いいタイミングで売り入りましたね。ちょうど入りましたね、はい、では何か喋っててください。私凝視してますんで、下がった瞬間に売りますんで。あ、LOで出せばいいんですね、 MO じゃなくて。そういうことですね。リミットオーダーですね、はいはい、戻りましょう、はい、そうですね、そしたら見たら進めますね。サンティックぐらいけや1枚で、こうじゃなくてですね、43 4 3 4 2。今42が40か41ぐらいじゃない。43で買ったんだよね、売ったんだよね、うん、4に板がないだけですから今、うんうん、42でいいんじゃないでしょうか、はい、2ティック抜きますか。とりあえずじゃあ初めだったんで、はい、1ティックにしましょう。はい、そうしましょう、はいはい、ありがとうございます。
4342円でリミットオーダー差し値ですね、はいはい、注文中になりますとなっていますので4342円になったら自動的に切れると。はい、と36円もかな、36円、はい、そうですね、はい、36円、そうですね、気配値は4342円ですね、もうすでに。あ、そうですね、うん、はい、ん、戻してきますよ、ちょっと今気配値見ると、こんな下はつかなかったですよ、はい、あの上も入れといたんじゃないの大丈夫、5枚ぐらい負けたし上は入れてないですね見てないといけないですね、そんな結局あ、また下がってきた、微妙ですね、このラインで打ったり勝ったりで。そうですね、けど戻して全然も全く戻さないんで、うん、今ある試合下がり始めましたんで、そうですね、下がると思うんですけど、そうですね、はい、また抜ければ40円、4340ぐらいは、はい、これ戻してるとちょっと危ないかなと思うんですけど、ストップ4350円ですね、まあ、入れてないですけど基本的にはこのままで戻っちゃうともうちょっと下がる可能性がなくなっちゃう、なくなっちゃいますね、はい、微妙ですね、ここからね、はい、ぜひ210円の損だ、ちょっと為替も読まなきゃいけないですね、今日あたりはね、まあ常にそうですけどねあ、ちょっとやっぱりドル高気味ですね、為替もね、ちょっと戻しました、ドル高気味に推移してますね、円安ということですか、そうですね、先ほどに比べて、さっきの違いに比べて、ね、じゃあ金が戻らないというのはやっぱり金が売られてるということですかね。ああ、そうですね。今わからないですけど、そう、6ロンド見れないんでちょっとわからないですよね、はい、あ、でも結構戻してますね、はい、まあ、為替の影響を受けずにちょっと横ばいで推移してますね、1分足で。40、そうですね、43円44円40、ですね、ちょっとね、この時間は動きにくい時間帯ってもありますもんね。そんなに戻しました、まあ、ちょっとですよ、うん、はい、ほとんど変わらずですけどね、まあ、この板がだいぶ入ってますので、はい、売り買いとも熱いですね、ちょっと買いの方が熱いですかね、下が4340円でちょっと100枚ぐらい入ってますね。あ、そうですね、はい、あ、結構40円のところで熱いですね、板がね、はい、節目なんで一応熱くなってるんですかね、うん、ということで、はい、はい、これを見てるとキリがないんで、その間に小林さんのワンポイント、あ、ワンポイント、はい、はい、よろしくお願いします、はい、今日は先ほどちょっと近藤さんの方から大豆トウモロコシの話もありましたし、はい、コーヒーの話もありましたけども、まあ、ちょっとね、小雨が張ってて、はい、干ばつが解消気味になっているという話がありましたけれども、やはりあのコーヒーの、ちょっとコーヒーのチャートを出していただけますか。はい、こちらコーヒーのチャートですね、はい、コーヒーの、今これ今画面出てるのはコーヒーのこれ冷やしですね、ニューヨーク、はい、IC のコーヒーの生地化の冷やしになりますけれども、急騰してるんですね、すごい急騰ですね、地域100セントぐらいまで下がってたのが今170セント超まで上がってますので 1.7 倍というような状況ですね、はいはい、2月20日までの相場上昇で一時期今申し上げました通り 175.7 セントまで上昇しましたけども、はい、これは2012年9月以来1年5ヶ月ぶりの高値というんですね、同時に昨年11月の直近安値 100.95 セントからは1.7倍、 170% 高という状況です、はい、まあ、この状況になっている背景なんですけれども、はい、世界最大のコーヒー生産国ブラジルがですね、まあ、このブラジル国は世界のコーヒー生産の約 30% を占めているんですけれども、はい、記録的な干ばつに見舞われていることが原因だというふうに指摘されています、はい、ブラジルのまあ主な主産地がミナスジェライスって、首都に近いところにある部署にあるんですけども、はい、まあ、そこが記録的な干ばつ、ダムとかですね、貯水池の水量もかなり減っているということで、はいはい、まあ、その辺が原因となって、
今年のコーヒー生産がかなり大きく減るんじゃないかというような見通しから買われています。一部にはですね、平年の 10% もしくは 30% ぐらいまで減るんじゃないかと、はい、かなり、はい、あの極端な話だと思うんですけれども、はい、まあ、そのぐらい、干ばつがひどいということですね。ということで、まあ、コーヒーが相場が上がっているんですけれども、はい、今から4、5年ぐらい前も、ブラジルの干ばつであのコーヒーが大きく上昇してですね、はい、結構世間でも日本のマスコミなんかが取り上げられた時期があったんですけれども、はい、まあ、それと同じような状況がまた来るかもしれないというんですね、はい、でコーヒー、今のブラジルの状況を申し上げましたけれども、先ほど近藤さんの方からも説明ありましたけれども、ブラジルという国はあのコーヒーだけではなくて砂糖の方も生産もありますし、はい、その方の生産もありますので、一連 の, あの農産物がやはり干ばつによってですね、大きく減産する可能性があるということで、はい、今後このコーヒー相場のように大豆とかトウモロコシの相場も上昇する可能性もあるかなというようなことで、はい、ちょっとあの注目をしていかなければならないというふうな状況だと思います。今トウモロコシは上がってる生産は今、ね、出したのがチャートは大豆ですね、はい、大豆ですね、大豆がブラジルの生産は今収穫終わり、収穫終わってるんだから、はい、今だから秋だから、そうですね、はい、まあ、これから南米の方の生産収穫が終わってですね、はい、まあ、今端境期っていうんですかね、はい、北米の方もですね、これから、まあ、作付けが始まって、植え付けが始まって、夏場かけて、生育というふうなことですから、はい、今世界的にはですね、端境期になってますので、あまり、まあ、あまり需給的には新規の要因がないというふうなことです、はい。ただ先ほどちょっとこれも近藤さんの方が説明ありましたけど、今ウクライナの方で非常に戦闘状況に入ってましてですね、ウクライナという地域が世界の穀倉地帯というふうに言われているんですね、はいはい、まあ、大きな穀物を生産地帯ですので、まあ、こちらの方の供給の方が出るということは、やはりこれも大豆トウモロコシマーケットによっては強材料というふうなことが言えるのかなというふうに考えられます、はい、ということで、まだはっきりとしたね状況としては強気というふうに受け止めるのは時期尚早かもしれませんけれども、はい、まあ、実際的にコーヒーがこれだけ上がっているわけですから、まあ、こういった状況に合わせて大豆とかトウモロコシの値段も上昇してもおかしくないのかなというふうな感じがします。しかも今大豆の東の方のチャートを見ていただいてますけれども、はい、これ直近の高値抜いてますので、はい、年間今年に入っても最高値を更新するとともに、はい、昨年9月以来の高値をつけているんですね。こういったテクニカルな部分もあって、ちょっと弱気は難しいかなというような感じがしています。上がりやすい状況があるということですね。そうですね、はい、まださっきプラチナのチャートとか見ていただきましたけれども、はい、プラチナの相場状況と同じように大豆の相場も上がり始め、今から上がっていく相場じゃないかなというふうに見て取れます、はい、ということで、今日のワンポイントでした。はい、ありがとうございます。先ほどのティックトレードに戻りましょ う,、はいね、しょう。4345円ですかね、今ね、はい、結構上がってるじゃないですか、はい、ちょっと戻しましたね、72円のそんな。今 RCI も一番戻してますね、はい、RCI 下げたところで下がらなかったんでちょっとまた戻しました、ね、戻しちょっと開けたところにちょっとまあやめますか、まあしょうがないですよね、72円こういう時もあります。いや、50円ストップだと思ったんですけど、私は、はいはい、ちょっと番組中に終わらないですね、これ。小林さんが辞めると下がるよ、うん、そういうものなんですよね。今お話ししてられてる間に43円まで行ったんですけどね、はいはいはい、あと1円でした今44円ですね。44円ですね、はい、でもそんなに動いてはいないですよね。だから結局戻したいんですよね。ちょっと5分足も見てみましょう、はい。それ5分足ですね、はい、5分足もそこまでで、まあ、転換線までも戻ってないですよね。戻ってないですけども、ちょっとあれじゃないですか、戻りそうな雰囲気ですか。うん、コツンときて、まあ、ちょっと下げすぎってもあって修正でコレクションで上げてきそうな感じもしないでもないですけどね。まあ、横ばいで動いてる限りはもう一回下がるでしょうね。もう一回下がりますか、はい、戻すんだったらもうちょっと勢いよく戻してほしいですよね。どうしたら諦めますかね。諦めなきゃいけないですよ、ね、一番そこで打ったんだよ。横ばいで動いてるんで、まあ、本当になんかここ、ここで動いて、こっちに戻ってきちゃったら、まあ、それはしょうがないです。全部押しですから、ここからの作業は。
まあ、今日はちょっ と,、時間もあれですので、はい、負けたということで一回決まりましょう。当てしまいますか。わかりました。もう時間も結構、はい、そうですね。はい、わかりました。はい、今日我々のチームがテクチャットは負けたということで。わかりました。70円。あれ成立してますね。あ、失礼しました。成立した。成立してる。た1円取った。36円。無事に終わってました。勝ってました。終わってました。はい。一回つけたんで。やったー。ちょっと気にはしてたんですけども。LT を、なんだっけ。さすが福田さん。色をつけたらよかったね。はい。成立してました。成立しました。おめでとうございます。ありがとうございます。36円。36円。36円やった。はい、よし、昼ご飯。ご飯チョコはいくつ買いますか。うまかぼう3つ買います。そうですね。成立してました。はい。ありがとうございます。よかったね。LO がなければ大変だった。そうですね。そういう風につけないといけない。エモーじゃ無理ですね。エローで終わったんですね。エローです。エローが基本ということですね。はい、基本です。基本だそうです。基本ですね。はい。はい、ではそろそろエンディングの方に入っていきましょう。はい、現在進行中のリアルマネートレードのコンテストで優秀な成績を取られた方々に贈られる賞金の他に、協賛していただいている東京商品取引所様からトコム賞をプレゼントいたします。はい、こちらの方ですね。はい、中にメモリスティックが入ってます。はい、ゴールド、はい、同じく協賛していただいております H スクエア様からコンテスト終了後に抽選で CX 手帳と為替手帳、株式手帳のプレゼントがあります。はい、こちらの手帳ですね。こちらの方をプレゼントいたします。はい、またコモリティオンライン TV では黄金の延べ棒風のメモ帳を毎月3名の方にプレゼントしています。はい、こちらの方ですね、メモ帳ですね。はい、今のところ2月2名様応募があります、はい、もう1名の様ちょっと漏れなくなりますね。はい、漏れなくなりますので、はい、お待ちしてます。はい、番組宛てのメールアドレスに一言添えてですねご応募いただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。コミュニティオンライン TV では2月5日に開催されました、東京商品取引所日本商品先物振興協会主催の CX 市況講演会を公開しております。銘柄はプラチナ、米、石油です。この動画は番組ホームページのセミナー特設ページからどなたでも無料で見ることができます。この講演会の動画ですが、東京商品取引所日本 商品先物振興協会それぞれのオフィシャルホームページでも視聴することができますので、そちらの方からもアクセスが可能となっています。番組では投資に関すること、マーケットに関すること、皆様からのお便りをお待ちしています。番組ホームページからアクセスよろしくお願いいたします。ということで、はい、どうもどうも。今日は近藤さん、内村さん、ありがとうございました。ありがとうございます。また次回。初取引1ティック儲かってすごいね。やりました。はい、やった。それではまた次回もまた楽しみください。はい。それでは今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。失礼します。